こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな、青子です。今回ネタにするバイクは、ホンダの CDR250RR だ。最新排ガス規制に対応してパワーアップ、外観変更に装備充実と、さらに魅力アップして登場ですね。いつものことだけど、スーパースポーツでハイスペックモデルは、いつ買ったらいいのか本当に悩むよな。そんなあなたにファイナルアンサー。転職、昇給、定年、適当に理由をつけてでも買いたい新型 CDR250RR を深掘りします。このチャンネルでは、気になるモデル1台を深掘りする動画と、毎月の新型まとめ動画の2種類の動画を、毎週末お届けしています。新型情報を定期的にゲットしたい方は、チャンネル登録してお楽しみください。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。いつの時代も注目の的、ホンダの最新スーパースポーツ紹介。1、新型スペックと変更点。2、オーナーの評判と感想。3、ライバル比較です。じゃ、始め後。1、CDR250RR スペックと変更点。デザイン。ニュースリリースには CDR250RR の外観を変更したとありますが、実は何が変わったのかわからなくて。変更点は外観にレイヤー構造を採用、よりエッジの効いたシャープなスタイリングに変更って記載されてる。確かに、今回の変更はオーナーレベルじゃないと見分けが難しいレベルかもしれん。アハ体験並み。それじゃ、明らかに変わっている部分からチェックしていくぜ。まず、フロントからサイドに繋がるカウル形状にレイヤー構造を採用したぜ。旧サイドカウルは1枚ものだったが、新型はエアアウトレットを備えたレイヤードカウル化されている。そこはわかった。ミドルカウルのエアアウトレットには、シンプルなグレードも備えてるぜ。ウィングレット効果を持つと言われているものですね。ついに 250cc SS にもエアロデバイスが装備されたんですね。ダウンフォースを発生させる効果があるって聞くけど、こんな小さくて効果があるのかな？一説では、ダウンフォースの発生は時速100キロ以上から、って話だ。このレイヤードカウルの主な機能は走行時の空気抵抗の低減と、ライダーへのウィンドプロテクション性能を高次元で両立、とあるな。これは、エキサイティングな走りの予感。それが一番大事。燃料タンクカバー周りの変更はなさそうだけど、給油口周り、テールのデザインも変更されてるな。テール周りのデザインは、旧型は尖りまくりだったが、新型は、少し丸みを帯びた落ち着いた形状に変わってる。相変わらず、タンデムする気が全くないデザインで。サイレンサーの出口カバー部分は、排気口を囲うようにスリットが追加されてるな。これは旧型にも使えるカスタムかも。こんな風に、カウルデザインは細部が変更されているが、ヘッドライトやテールライト、ウィンカーなどの灯火類、リアフェンダーなどは変更されてないな。でも、じっくり比較すると、手が入ってるのがわかりますね。ここまで細部を見つめてくるとは、CDR250RR への愛着をめっちゃ感じます。しかし、カラーリング次第では、デザイン変更に全然気づいてもらえないという、ちぐはぐ感もホンダらしいな。それは褒め言葉ですか？鈴木みたいに、樹脂パーツをカラー化したりして、差し色にしたり、変更点をアピールしてもいいのに。それじゃ、国内導入カラーを紹介してください。カラーバリエーション。発表されているカラーバリエーションはこちら。パールグレアホワイト、グランプリレッド、マットバリスティックブラックメタリックの3色です。ちなみに、インドネシアのカラバリはこちら。CBR250RR-SP、クイックシスター。ブレイブリーレッドブラック、ホンダレーシングレッド、ホンダトリコロールの3色。CBR250RR-SP、ミスティックブルー。CBR250RR、スタンダード。マットガンパウダーブラックメタリック、ブラックフリーダムの2色です。で、パールグレアホワイト、マットバリスティックブラックメタリックは国内専用色だな。グランプリレッドはインドネシアのホンダトリコロールと同色だな。先代はフレームカラーがボディカラーに合わせてブラック、レッド、シルバーとなっていたが、新型のフレームカラーはブラック一色になったぜ。確か、海外で発表された新型 CDR650R には、差し色がブルーってカラーリングがありましたよね。今年のホンダ一押しカラー、差し色ブルーだな。しかし残念ながら、国内仕様にブルーの差し色はなかったぜ。欧州仕様のみだ。黒青、かっこよかったのにね。それじゃ、2022年のインドネシアモデルにあったド派手なスペシャルモデル。車体の左側面に身長がルーダ、そして右側面には侍が描かれた特別使用車は？残念ながら準備されず、だな。MotoGP のレプリカカラーは？残念ながら、それもなし、だ。新生 HRC ロゴをまとったレプソルカラーを期待してたのに。でも SS でこんなにカラバリがあるなんて、さすが売れてるモデルの扱いは別格だな。エンジン。新型は、エンジン仕様の細部を見直し最高出力を向上させつつ、最新の排ガス規制にも対応したぜ。いつものホンダマジックですね。どこを見直したの？ピストンリング、シリンダーヘッド、カムシャフト、吸気ポートなどエンジンの細部を見直しだな。
結果、圧縮比が 12.1 から 12.5 へ変更、最高出力は41馬力 13000rpm から42馬力 13500rpm へ。最大トルクは 2.5kgfm 11000rpm から 2.5kgfm 11750rpm へ変更されたぜ。国内の初代スペックは38馬力 12000rpm でしたよね。そこからエンジンテコ入れ、さらに最新排ガス規制対応、レッドゾーンの 14000rpm にどんどん迫っていった結果、なんと最終的には4馬力アップの42馬力とは、恐れ入ります。これは川崎 ZX25R の45馬力への地道な挑戦だな。残りはあと3馬力だな。さらに求める気なの？この鬼、悪魔、ホンダならやってくれるはずだ。なぜそう思った？それは、岡山国際サーキットで開催された、全日本ロードレース JP250 クラス第7戦での話なんだが、参戦モデルの 90% 以上が CBR250RR という、事実上ワンメイクのクラスですね。その中で、エントリー台数1台の ZX25R が、ホンダ、ヤマハを抑え優勝したんだよ。たまに YZF-R3 も買ってますけどね。この結果を真摯に受け止め、きっとホンダは、さらなる改良を加えてくると予想するぜ。去年の新型展示では、国内仕様と一緒にレースベース車も展示され、やる気満々ですし、来年には、ZX25RR 対抗の CBR250RRRR が発売され、ないし、R 増えてるし。レースを見る方は好き勝手言えるけど、チームやライダーは大変だよな。フレーム&サスペンション。トラス構造フレームについては、特に変更点を記載されてなかった。そうですか。と言っても、ニュースリリースに記載されてないだけかもしれないけどな。トラス構造フレームって、大小の三角形を組み合わせて、理想の強度と剛性を持たせるフレーム構造ですよね。でもこれ、溶接部分も増えるし、パイプ系や肉厚も変えないといけないし、生産コストもかかるって話ですよね。それに、スイングアームもアルミ製ガルアームだ。汎用の鉄角材じゃなくて、アルミの一体鋳造だ。専用の金型も必要になるしな。フルチェンでしっかり技術とお金をかけたフレーム設計だから、その後のアップデートに対応可能ってわけですね。なので、車両価格が高くなっても仕方ないです。高価格を正当化し始めたな。フレームは変更なしだけど、サスペンションは変更してきたぜ。なんと、旧型は SFF だったが、新型は SFF-DP となったぜ。イギリスの石油化学会社が噛んでるんですか？ DP はビッグピストンの略な。減衰機構をよりしっかり動作させるために、SFF が進化した形だ。SFF は調整機構がない倒立フォークに比べて、軽くてコスパが高いのがメリットですよね。ちなみに、ZX25RR のフロントフォークは、プリロード調整可能だぜ。次の CBR250RR は、この辺りを変更してくるかもしれませんね。それは、川崎 ZX25RR の価格設定次第だよな。使用装備。新型では、今回の目玉機能といえる電子制御が追加されてるぜ。何かな、何かな？じゃ、一気に紹介していくぜ。トラクションコントロール、新機能。なんと新型は、ホンダセレクタブルトルクコントロールが追加されたぜ。制御介入レベル3段階とオフの4種類だ。電子制御の後付けって、あまり見かけなかったんだけどできるんですね。それならクルーズコントロールも後付けできるってことですよね。できるだろうけど、コスト的に微妙なところだよな。車外パーツを後付けすると6万円ぐらいするしな。ライディングモード。スポーツプラス、スポーツ、コンフォートの3つから選択可能だ。モードの切り替えは、走行中でもスロットルグリップを前閉にすることで可能です。エマージェンシーストップシグナル、ハザード。急ブレーキ時に、ハザードランプを高速点滅することで、危険をいち早く後続車に伝える機能だ。で、ちょっとした時に便利なハザード機能も追加されたぜ。残念ながら、インドネシアモデルのように、ヘッドライト上部の LED は点灯しませんけどね。クイックシフター、オプション。残念ながら、この装備はオプションのままだったな。ZX25R 対抗で標準搭載してくると思ったのに、強気だな。まあ、それは企業の考え方、ですね。メーター。フルデジタル LCD メーターだな。外装と同じく、他とは違う独特なデザインだ。トラクションコントロール表示が右上に追加されてる。新型の主要装備は以上だぜ。では、お次はみんな気になる車両価格をチェックだ。新型はいくらアップしたのかな？新型価格。新型モデルの車両価格は、パールグレアホワイト、マットバリステックブラックメタリックが 86.9 万円。グランプリレッド 90.75 万円だ。ブラックとホワイトは 47,300 円、レッドは 52,800 円の値上げですね。しかし、2023モデルは販売台数は4500台。2022モデルは3500台だから、1000台も増加してるぜ。売る気満々ですね。実際に売れるだろうしな。これだけ売れれば、いろんなライダーのいろんな感想がネット上に溢れている。次のコーナーでは、その一部を紹介するぜ。ニューオーナーの評判と感想。少し前の 250SS といえば、CBR250R と命名されたバイクが短気筒でがっかりだったり、他のジャンルが盛り上がって、かそってたジャンルだったが、
期までは、国内4大メーカーのモデルが選べる時代になった 250SS クラスだな。こんな時代に、CBR250RR を選んで満足したこと、不満に感じたところをまとめておくぜ。バイク選びの参考にしてくださいね。良いところと気になるところ。サーキット走行を想定したモデル、疲れやすい。ホンダのバイクで RR を冠したモデルは、速く走ることに特化したバイクだ。荷重コントロールのしやすさや、風の抵抗を減らすため、かなりの前傾ポジションとなってる。初めてのバイクが攻めた SS だと、この辛さに慣れちゃう人と、耐えられなくて諦める人の二択となる場合がありますね。ま、好きって思いは最高の調味料だから、ぜひ CBR からホンダのスポーツモデルの頂点にたどり着いてほしい。作りが贅沢、パーツが高価。新型ではエアロデバイス装備、HTCS 電子デバイスの追加、足回りも進化しているし、最新の排ガス規制に対応しても、エンジン出力が高出力を維持している。この性能ならサーキットはもちろん、高速域での走行や日常シーンでの使い勝手は旧型以上だ。疲労軽減につながる装備、クイックシフターやクルーズコントロールは、残念ながら未装備だが、人気車種なので車外パーツも豊富、不足している快適機能も補うことができる。その分お金がかかりますけどね。それにレギュラーガソリンだと安心してガンガン走っちゃうし。それは仕方ない。尖った性能ゆえ、ライダーを選ぶ、期待と現実の差にがっかり。RR の名前に惹かれて購入したんだけど、パワーはそれなりだったとか、ライディングモードはエンジンブレーキの効きが強く好みが分かれるとか、ライダーの受け捉え方や、考え方は千差万別だ。特に性能が尖っている場合、その落胆も大きくなるしな。でも、そうした気になる部分を少しずつカスタムして、自分に合った一台にするのも楽しみのうちですけどね。じゃ、その他の満足、不満点をまとめておくぜ。満足な点。サーキット走行を想定した装備、活かしたスタイリング。アフターパーツが多く、好みの1台に仕上げられる。電子デバイス、エアロデバイス装備でさらに安全性がアップしている。不満な点。長距離やツーリングでは疲れを感じやすいポジションや装備。タンクが樹脂なので磁石式のタンクバッグが付けられない。電子制御の好みが分かれる。不満点については、レンタルバイクなどで実際に走ってみて、どれぐらいまで許容できるかチェックするのがいいですね。CBR250RR を9時間レンタルした場合、保証ありプランで18,453円です。まあ、これぐらいになるか。サンライブル比較。今回の比較車種は、この3台だ。川崎 ZX25R、鈴木 GSR250R、ヤマハ YZF-R25 ですね。このラインナップは、もうお馴染みですな。早速比較用、ドン。価格。現地価格の日本円換算ですが、一番の高値は ZX25RR ですね。川崎の場合、スタンダードと上位グレードとの差額は20万ほどだ。現行の ZX25R が 93.5 万円だから 113.5 万円あたりか。じゃ、CBR250RR も同じく20万円値上げし、トリプル R が発売されるなら、どこにお金をかけると思う？そこはやっぱり足回りでしょ。フロントの片押しにポッドキャリパーを対抗4ポッドキャリパー化して、サスペンションもフロントはプリロードアジャスター付き SFFBP にして、リアも厚側、伸び側の調整機能付きの BFRC ライトにして、それ、ZX25RR と同じじゃん。シート風、車両重量。CBR250RR が一番軽量ですね。最新排ガス規制に対応しても1キロ差で YZF-R25 に勝利です。2気筒だし、軽さにこだわったモデルだからな。シート高は 780mm の YZF-R25 が一番低いですね。どのモデルも 800mm 以下だから、どれも問題ない高さだな。タンク周りもかなり絞り込んであるので足つきは良好だ。ただ、ステップ位置は好みが出るところなので、車外パーツで調整だな。燃費、エンジン出力。やはり燃費は鈴木が一番ですか。SOHC でロングストローク、エンジン出力20馬力台だし、そもそも開発思想が他社とは違うからな。その結果、SS だけど航続距離 487.5km のレアモデルが誕生したんですね。とても魅力的なスペックだな。使用装備。ZX25R の充実っぷりがすごいな。クルーズコントロール以外は全部乗せだ。ま、他社とは価格設定レンジが全く違うだろうし、この差は仕方ないか、と。250SS クラスは充実してきたけど、性能では拮抗せず、モアパワータイプとステータイプに割れた状態だな。自分が好きな1台を見つけて、大事に乗ってあげてくださいね。ライバル比較は以上です。投資向き出しの ZX250WR、我が道を行く GSR250R、次のモデルチェンジでデザイン化けそうな YZF-R25。電動化を前に、もう一波乱ありそうな 250SS クラスでした。スペック競争以外の、新しい価値も楽しみですね。じゃ、今回の深掘り動画は以上だぜ。次は終わりの一言です。終わりの一言。ジャパニーズ 250SS 界隈かなり盛り上がってきたな。川崎は忍者 GX25R のハイスペックモデル GX25RR を追加しましたし、対してホンダはさらに磨き込んだ CBR250RR で対抗。
そして2024年にはフルモデルチェンジの噂もありますし、まだまだ HY ならぬ HK 対決は続きそうですね。ライバルの存在は素晴らしいことだ。で、伏兵の鈴木とヤマハの動きも気になりますね。 YZF-R25 デザインも R シリーズ側に寄せてきそうなヤマハさんとか、 250SS で初の水冷4気筒を発売した鈴木が次は揺れ4気筒発売とか、妄想ネタはつきません。ブーム最高潮を達したところを見計らって一台欲しい 250SS だな。ホンダの次の一手が楽しみですね。それでは次回の動画まで。1、2、3、バッバハイ。